なんていうと春と秋2回あるわけですよね。1週間の期間ございます。その1週間の間の中、中日、その中央の日を春分の日としているのが春彼岸、秋分の日を中日としているのが秋の彼岸でございます。で、彼岸っていうのはですね、そもそもどういう意味かというとですね、悟りの境地という意味の言葉でございました。仏様の世界とかっていう意味でございます。安らぎの境地っていうことでございます。この彼岸と対をなす言葉っていうのもございまして、それを志願と申します。志願っていうのが私たちの生きる世界のことなんですね。我々の世界を志願、そして、理想とすることですが、世界を彼岸というふうに申します。で、今言われているところの彼岸の期間っていうことなんですが、どういう期間というかというとですね、修行の期間であるっていうふうにされています。彼岸の本来的な意味である、仏様の境地に至るべく、私たちが心構えというものを見直して、そして日々を励んでいく、お誓いを立てるといいますか、そういった意味でですね、修行する期間であるということです。そしてそういった我々の心の向けがそのまま五行に重なっていくんですよということでですね、五行の期間であるということでもされるわけです。